一度の気持ちいいミュージックラブということでね、今日でなんと16回目、16回目ですよ。ファンクラブ会員の皆さん、そしてね、今日はたまたまこの番組を見てくれているというあなた、そしてお友達やね、知ってる人に頼まれて見てるよっていうあなたも、どうもありがとうございます。シノの気持ちミュージックラブということでですね、ごめんなさい、今日はなんと収録になっておりますが、いつもと同じようにね、コメントしてくださいね。ミクシーに今日のコメント欄用意してますよ。あのね、この番組生番組で普段はやってますけれども、今日だけは収録でも、収録でもちゃんとミクシーのコメントに私返事したいと思いますのでね、どんどんコメントしてくださいね。そしてツイッターの方もお待ちしております。ぜひぜひお願いしますね。ということでね、早いですよね。そして寒いですよね。風邪なんかひいてませんか？大丈夫ですか？はい、ということでね、今日で1月、今日は28日ということでね、もう1月も終わりですよ。今日は1月最後の回ですね。そして来月からは2月になって、2月20日のシノまみれのライブが近づいてきます。みんな見に来てくれてる、見に来てくれますよね。見に来てくれる準備できてますか？ちゃんとね、予定開けといてくださいね。お願いします。ということでね、2月といえば、そうですよ、バレンタインデー。はーい、バレンタイン恋する乙女いますか？バレンタインね、チョコとか用意してますか？いや、今からね、作るよっていう人とかもいると思います。はい、バレンタインデー、私ね、いい思い出一個もないですね。バレンタイン悲しい。ってことね、バレンタインデーで思い出すのはやっぱり高校の時かな。私和歌山高専に行ってたんですけれどもね、友達のね、ちえちゃんっていう子と、まいちゃんっていう子がいたんですよ。で、私とちえちゃんはある機械科の同じ子にね、ちょっとこう恋をしてましてですね、で、その子にね、バレンタインデーに初めてこうね、チョコレートケーキをあげようっていうことでね、2人で買いに行ったんですよ。もちろん別々にですよ。で、一緒に告白をして、はい、行けたらね、両方ともね、同じように一緒にね、絶対にどっちか選んでもそれは全然大丈夫にしようということでね、やったんですよ。そしたらね、その男の子に2人でね、こう告白をしに行ったわけですよ。そしたらね、なんとその機械科の男の子は、僕は舞ちゃんのことが好きだと言ってですね、結局私たち2人とも失恋に終わり、舞ちゃんとその子が付き合ったというね、悲しい思い出でございます。はい、バレンタインで本当いいことないですね。高校の時はそうですね、数学の先生のことにちょっとね、こう恋をしてましてですね、手作りでチョコレートとかあげましたね。まあそれも叶わぬ恋ということでですね、はい、あんまりいい思い出ないですね、バレンタインデー。でもね、バレンタインから付き合い始めた人とかもいるかもしれないですよね。でも素敵な、一日になればいいですよね。私なんかはね、あまりいい思い出がなかったんでね。でもね、バレンタインデー一番初めに、私女の子なんですけれども、バレンタインデーもらったのが一番初め小学校の時でしたね。小学校の時、私ジュニアでバレーボールをやってたんですよ。で、もう男の子みたいにね、もう坊主頭みたいに、坊主の頭に前髪がちょこっとだけあるっていうね、感じでバレーボールやってたんですけれども、で、後輩の女の子とかにね、チョコレートもらいましたよ。ということは、私男の子としてね、見られてるのかもしれないですよね。残念。ということでね、また私ね、自分の紹介をするのを忘れてました。和歌山を中心に大阪、名古屋、東京と活動しております、シノと言います。シノは萌え系アーティストとして売り出しているわけでですけどね、ウィンズサポートギタリストの加納博士とボーカルシノの2人組ユニット、シノプラス
として売り出しておりますがね、まだまだ全然知らない人ばかりでですね、これからもっとね頑張っていかなきゃダメだなと思っております。はい、ということでね、今日はね収録なのでね、なかなかコメントとかには答えられませんけれどもね、後からコメントをチェックして、それにね一件一件お答えしていきたいと思いますので、どんどんコメントしてくださいね、お願いします。はい、ということでね、死のまみれ2月20日のライブも近づいてきました。一日一日がね本当に私焦るばかりで、ああ大丈夫かなってね思ってます。本当にね今回は私にとって挑戦なんですよ。今年はいろんなことに試してトライしていきたいと思っておりますのでね、そのライブも私の中では今年一番大きいライブになる、そしてね一番こう自分の中で頑張っていこうと思ってますので、絶対見に来てください。で、死のまみれでね、結構ヒロシのコーナーがね大人気となっておりますのでね、ちょこっとヒロシのギターソロの映像を紹介したいと思います。ヒロシさん弾いてくれますよ、みなさん見てください。一旦どうぞ。
またまた戻ってきました。ひろしさんのライブ映像どうでしたかね。ひろしファンの皆さんどうでしたか。かっこよかったですかね。はい、ただのおっさんですけれどもね、なぜかみんなの中でひろしひろしとね、いつの間にか大人気な存在になっておりますよね。っていうことで、これも兼ねて2月20日ひろしのソロコーナーもありますので、絶対見に来てください。では今後のライブスケジュール紹介したいと思います。まずは2月1日火曜日、はい、サンキュータイムということでね、あの本町ラグタイムでライブします。オープンは20時、スタートは20時15分となっております。そして2月9日水曜日、 M プロジェクト同じ場所でラグタイムとなっております。オープンは19時30分、スタートは20時となっております。でね、2月はライブ少なめですけれども、それは2月20日の血のまみれのライブに向けてです。血のまみれのライブはオープンは14時、スタートは14時30分となっております。会場はライブハウスプレゴね、和歌山市の、プレゴですよ。前に帝国だという映画館のあった場所になっております。で、チケット代は2500円、うん、安いのか高いのか分かりませんけど、見に来てください。ということでね、この血のまみれのライブの練習を今頑張っておりますのでね、ぜひぜひお願いします。なんとあのちょびっとみつるさん、イリュージョンとかね、そして手品師としてでも有名ですね。そしてパエリアさん、そしてランチキさん、そして有限会社シノの生バンドのメンバーでお送りしたいと思います。ということでね、今日は生じゃなかったけどごめんなさいね。また来週は生でお届けしようと思いますので、また来週金曜日にお会いしましょう。それではバイバーイ。